本番でございます。明日ですよ。今日は A チームのA チームの初日でして。そうなんです。もう今回結構私のカルコメ史上すごく声の張る作品なんですね。でもう毎回稽古終わってから喉やばいんじゃないかって毎回なってて、本当に夜がやばいんですよね。で朝になってまた治って夜やばくなっての繰り返しの毎日で、本当に家族とのコミュニケーションを遮断してますでも今日はまあ最近配信できてなかったし、時間できたからまあちょっとだけ配信しようかな、時間もできたのでと思って配信してます。だからあんまりね大きな声を出さないです。本当に今回すっごい声張るんですよ。で軽くも楽しみすぎてドキドキしても8時間しか寝てるやんなんでまあ今もですけど、じゃあ私の喉グッズをご紹介します。まず、まあ、もうこれ定番ですね、龍角散。まあ、これは気持ち的に安心します。あればこれを舐めてます。今も舐めてます。で飴って結構長持ちするので、さっと溶かしたいときはカルコメ楽しすぎて温泉来てる、どういうこと。この龍角散ダイレクト、これがいいんですよ。味も美味しいし、これピーチなんですけど、さっとね使えるのでいいんですよ。これもバッグに入れてます。そして皆様おなじみ強制破滴丸、これは本当に効くんですよ。声が枯れたって時に、本番前と終わった後と寝る前に飲みます。でこれ1日3回までのしか飲めないんですけど、これを飲んでたら本当に声の調子が戻るんですよね。ただ1個難点なのが、ここに書いてもあるんですけど、あのね、お腹が痛くなる作用があるんですよ。そう、お腹が痛くなるっていうか、そうそう、下しやすい人は飲んじゃダメみたいな、注意してくださいみたいな。でも私はもうお腹つよつよマンなので飲んでも全然平気ただ本当にこれは多分私みたいなお腹つよつよマンが飲むから平気なだけであって、基本的には結構お腹痛くなっちゃう人が多いみたいです。だからまあとはいえそんなに皆さん声枯れることなんかないと思うので、ただまあ私みたいなお腹つよつよな人はぜひ。でもねこれね、もう一個難点が味の癖でもねめちゃめちゃ効くんですよ。だからほんと良薬口に逃がしって言うじゃないですか、もうまさにこれのことだなって思ってます。もう愛用してます。匂いもすごいな。でも本当に効くから、これ作ってくれた人に本当に感謝してます。大感謝。あとはもう一個、ちょっと今回本当に喉の調子がやばいなと思ったんですよ、2回稽古した時に。で一応こう喉のクリニックに行って、トラネキサム酸をいただいてきました。これは喉の炎症を抑える薬なんですけど、でもトラネキサム酸はもちろん喉に一番効果が出るんだけど、肌もすごい綺麗になるんですよ。だからね、私はね今肌の調子めっちゃ良くて
喉にオリーブオイル一気飲み、いやだ、でも効くんだろうな。明日すごい声張るんです、頑張ります。私はこの人たちにお世話になって今毎日稽古してます。まあ、今日は稽古じゃないんですけど、昨日稽古が終わって、そう、一回安藤ちかながね、私ちかなと同じ役なんですけど、ちかなが一回体調崩して稽古休みした日に、なんか西村さん A チームの稽古入れませんかって言われて、同じ役だから私が入っても別にいいわけですよ。だから一回だけね A チームの稽古参加したんですけど、チーム真面目だったね。そんな真面目さんたちが今日本番を迎えるということで、私も今日見に行こうかなと思ったけど、今日いろいろ予定を整体とか入れちゃったので今日は見に行かないんですけど、まあ1回ぐらいは A チームの本番も見たいなって思ってます。そのアンチカさんがね、稽古映像とかたまに見てるけど、頑張ってますかよ。髪色いいですか？全然最近は染めてないな。 A チームに推しがいるとか言えない。推しいるんですか？皆さん今からでもチケットは間に合いますので、ぜひB チーム見たいなって方がいらっしゃいましたら、カルコメぜひ明日会いに来てください。カルコメ行きたい、ぜひ待ってます。本当に待ってますよ。絶対来てくださいね。行きたいってコメントしてくれたあなた、まだ間に合いますか？明日楽しみにしています。ありがとうございます。ただ今回のチームは B チームは結構そのカルコメ慣れてきているメンツと、結構もともとコメディが好きなメンツなんですよ。なので結構そのコメディに対して離れしてるわけですよ。だから結構最初から遊び散らかしてるんですよ、お芝居の中で。私はそれに対してちょっと不安になっちゃってやっぱカルコメってまずね、そのあんまり遊びすぎると身内笑いになっちゃうんですよ。私も何回もやってて思うのが、こっちが演者が楽しみすぎちゃうと、そのお客さんがついてこれなくなることがあるんですね。ちゃんと話の筋を伝えないといけないから。だから昨日西村奈々子初めてちょっとちゃんとやろうって言っちゃった。西村奈々子があんまり人に対して言うことないんですけど、初めてちょっとカルコメの稽古、ちょっとみんなちょっとふざけすぎ、ちょっとちゃんとやろうって稽古中に西村奈々子初めてカルコメでボスのような働きをしました。なのでちょっとね、明日はまあ明日はっていうか、ちゃんとふざけすぎずにちょっと頑張りたいなって思ってます。あんまりねふざけすぎると話がねファンの方に伝わらないことが結構あるので、そうそう、なのでちょっとじゃないかなっていうまあ私もカルコメたくさん出てきてからこそ思ったことなんだけど、ち
ょっと遊びすぎちゃうかと思ったので行っちゃった。でも明日はあの程よく楽しんで頑張りたいと思います。遥か村村民会議で学んだ、この間久しぶりに遥か村に会った、あの理科の結婚式が先日ありまして、結婚式の日には私はあの舞台稽古がたまたまお休みだったんですよ。だからそうなんですよ。22日に見に行きます。ありがとう、待ってるね。そう、理科のね結婚式本当に素敵だった。私ディズニーシー行ったことないんですよ。だからもちろんそのミラコスタっていうホテルも行ったことがなくて、結構初めての経験ばっかりだったんですけど、嬉しかった。行けて、なんかあの披露宴でクイズ大会があったんですよ。クイズ大会があって、それはなんかごちゃ混ぜのチームなんですよ。メンバーはすでに理科がリストアップしてて、メンバーそのクイズに出るメンバーは理科が事前にリストアップしてて、4人ぐらいメンバーが、もっとかな、5人ぐらい出たんですけど、選ばれてたんですけど、私はチーム真面目、チームインテリみたいな、なぜかそこでエントリーされてて、私と青春高校のスタッフの方と、あの旦那様の同期の方と、そうね、旦那様の同期の方2人と青春高校の方と私って4人 1チームで、それが ABCD って4チームあって、私はそのチームインテリってところで名前呼ばれたんですけど、まさかのそのクイズ大会でその優勝しちゃって、まさかので、あの豪華景品を手に入れたっていう。びっくり。そういうのはなんか当たったというか、そういう経験なくて、こう優勝して何か景品をいただいたって景品を、あの経験が本当なかったから、初めてすぎて、えびっくりみたいな、どこで能力発揮してんねんって感じなんだけど。まさかの優勝しちゃいました。その問題はもう超難しい問題なの。なんか例えば理科と旦那様の結婚式の映像が流れて、一回流れて、はい、旦那さんのお顔は何回アップされたかとか。旦那さんの顔は何回映ったかとか、あと旦那さんが昔ね会社に入社する時の研修でやったモノマネとか、なんかその本当にめちゃめちゃ難しい問題、私にはもう全くわからないような問題だったんだけど、やっぱチームインテリでだけなあって、周りの同じチームの仲間が、いやでもさっきなんか三択問題でさっき11だったから、1が大あの三択で1が続いてるから1がね来ることはないと思うとか。そっちでみんな考えして、なんかいろいろね、なぜこれが問題になってるかってことを考えようとか言って。まさかのダントツで
優勝しちゃって、私たちのチーム。あとリカがアパレルやってるじゃないですか。そのお洋服の名前がなんか何時のパン屋さんによくいるあの子とか、なんとかのそよ風に当たってるワンピースとか、なんか名前が長いわけですよ。リカのアパレル見たことあるリキャンディなんですけど、そのこの服の名前は何でしょうってやつでAM10 時のパン屋さんにいるあの子のワンピースだっけな、なんかそんな感じのワンピースがあって、それの3択で AM10 時に AM11 時みたいな、 3AM9 時みたいな、ほんとそういう3択で、そうなんですよ、結構難しい3択ではあったんですけど、なんと私3択、その3択なんか当たっちゃって、私だけ結果10時が正解だったんだけど、運が良くて私なんと3択当たってしまって、チームは優勝して豪華景品をいただいて、なので本当に ご祝儀もっと渡すべきだったかなって思っちゃった。こんないい景品いただけるならって感じなんだけど、本当に楽しい一日でした。私ね、友達の結婚式行くのがすごい久しぶりで、1年ぶりとかそんな久しぶりじゃないか、だからね、でもやっぱメンバーのね結婚式って行くの初めてじゃないですか。すごく幸せだなって思いましたよやっぱ乾燥してる、嫌だな、やっぱ喋ると良くないのか、本当にね声の調子が。でも今日は稽古ないから大声出すことないので、ほんと4日間3日間声が持つといいなってことを祈って次の結婚誰だろうね、なんかみんなしなさそうみんなしなさそうです。ちなみにこれ皆さん飲んだことあります？これ美味しいんですよ、とっても。これもおすすめです。あー明日カルコメか、大丈夫かな、大丈夫かなって言って毎回なんとかなってるから大丈夫なはずなんですけど、大丈夫かな野川さんお水いただけますか、すみません感想がすごいので、お母さんにありがとう、ありがとうございます。お母さんからお水をいただきました。今ってブーケトスはしない、ブーケはトスしない、確かにトスじゃなかった、引いた、ブーケ引き外れましたけど、本当になんか私ディズニーとか全く行かないんですよ。
まあ行きたくないわけじゃないけど、行くタイミングがなくて、行くタイミングは絶対あるから、時間作れば、時間作ってない時点で、まあ、そんな大して行きたくないのかもしれないんだけど結構ね、なんか今年は、今年とかも、今年ももう終わっちゃうんだけど、行ってみたいなって思いました。あんまディズニー行かないです。でも最近なんかそのちょっとした贅沢でハマってることがあって、都内のちょっといいホテルを一泊だけ予約して、一人でそのホカンスするっていうのにハマってます寂しい私はカルコメ終わったら予約してるホテルがあって、そこに行って、あ、マジで分かる、東京住みだからたまにある、あー嬉しい、一緒の人がいた、私それで最近いいなって思った、なんか楽しいですよね、渋い、確かに渋いかも。じゃあ皆さんもぜひやってください。私はたまにやりますよ、でもたまにって本当にたまに、月1回、多くて2回ぐらい、新潟でそれやりたかった私はね、それ今やってます。でもそのちょっといいホテルってもちろん高いけど、なんかその結構前から予約してれば割と安く取れたりするんです。1万円台で予約とかできるわけですよ。だからそれをね、なんか最近のプチ贅沢として、ちょっと広い部屋のホテルを取って、そんな高くない、2万円とか絶対いかない、1万円台で買えるところ私は探しちゃうんだけど、なんちゃらホテルっていう、そうあれですよ、ビジネスホテルとかじゃないですよ。やむを得ず会社の近くのシナプリ泊まったことある。シナプリ、え、それこそさ NGT 入って一番最初に東京来て泊まったホテルはシナプリだった、メンバーと。しかも同じ部屋の相手は中井梨花ちゃんだった朝のバイキング食べ過ぎて苦しくなるよね。え、私ね、朝ねそんな食べれないんですよ。でもやる、たまにやる。そのために普段朝ごはん食べないのに朝早く起きてバイキング食べて11時とかにチェックアウトだから、その間なんか YouTube とか見たりして、それが楽しいんですじゃあ皆さん、今から私これ飲みます。1日3回なのでこれを飲みたいと思います。時間が来ました、強制破滴が飲みますでも本当効くので、私が強制破滴がんを飲む動画、これ開けてメインイベントちゃうわお水で待って、そう聞くのよ、これ超聞くの、超聞くから飲まないといけないの。喉の調子がすごく良くなる。ちょっと待って早く飲めよって感じだよね。はい、え、罰ゲームじゃないよ、大事です
これこれ匂いすごくて、これすごいの、匂い超すごいの。ちょっと待って、笑って飲めない。これね、本当に匂いすごくて、これ本当みんなにも嗅いでほしい、お願いだわ。ね、もう笑って飲めない。ね、これ役者の方飲んでる方多いんですよ、聞くから。よしよし、そう、漢方薬っぽい、漢方って感じ。これ何が入ってんだろう、難しすぎて分かんない。はよ飲め。みんながカルコメ来てくれたら飲む。みんながカルコメ行くよっていう気持ちになってくれたら、もうみんな予約してくれてるから、ぜひ皆さんカルコメ見に来てください。まだ待ってるの。みんな何日に来ます？全通するから早飲めの、それは飲むわ。カルコメ全通してくれる人がいるなら私は飲むわ。 B チーム全部行く、よし飲むわ。みんながそうやって言ってくれるから飲むわ。でも本当私はね、こんなこと言ってるけど、これもうヘビーユーザーなの。なんかずっと私は純潔の女王の時からこれお世話になってるの。だからほんとヘビーユーザー、めちゃめちゃお世話になってる、課金しまくり。これ毎回そう、毎回ちょっと待って、みんなが来てくれるか、19時開演だと終電間に合うか微妙。確かに、でも他にも19時開演じゃない時もある。よし飲みます、みんなが来てくれることを願って、飲みます。美味しい。でも本当に効くんですよ、これめちゃめちゃ効くの。これからもお世話になります。こういう顔になっちゃう、飲んだ初めての顔。こんにちは。いや、すごい効きそうな味だから、漢方の味なのかな、そんなフルーティーな味とかじゃないですよ。ただめちゃめちゃ効く。でもそんなもんでしょ、漢方って。
あとこれ売ってるお店が少ないんですよね。薬局でも売ってないとこあるから、はあ、やばいやばい。いつもね夜寝る前にも飲むんですけど、ほんと気持ち作ってから飲まないと飲めないの。ふぅって、あとこのこれって結構さ味に癖があるからめっちゃ水を飲もうとするんですよ。流し込もうとすると必然的に水分取る量が増えて、あの夜中トイレで起きますそれが一個難点ではあるけど、もうめちゃめちゃ効きます。そりゃ寝る前にすごい量の水を飲むことになるから、それトイレ行きたくなるのは仕方ないんだけど、そうなんだ。ただまあ効くので、結構飲んでますね。へえ、高血圧の人は飲めないんだって。これ低血圧だからいいわ。いやこれ本当に効くんですよね。皆さんぜひ声枯れそうって時にはぜひ飲んでください。いや飲んだ。でもこれ今日初めてな、今日1回目なので飲んだのが、これあと2回飲まなきゃいけないの。私は多分6時か6時4時半5時半ぐらいにまたもう一回飲まなきゃ。そう、一仕事終わった。ああ残念、飲めないのか飲まないでしょみんな。はあ頑張った、頑張りました。最近ね、私財布が壊れて聞いてください皆さん、私お財布壊れたんですよ。もう長らく使いすぎて、で今新しい財布をね探してるんですけど、なんか財布がない間ちょっと今カルコメとかでバタバタしてるので、なかなかそういう時間がなくて、臨時でこれ使ってるんですよこれはあの100均で売ってたこういうジップロックで、私の財布今これなんですよおいおいこんなタレント、こんな推しやだ推しの財布これやだよね。ただ皆さんこれめっちゃ良くて、これのこのバッグ、私ね理科の結婚式このバッグで行ったんですけど、結婚式のバッグってすごいちっちゃくしないとチャペルとかその挙式の時に邪魔になっちゃったり、荷物が多いとクロークに預けなかったりとか、結構手間がかかるわけじゃないですか。クロークだとどうしても並ばなきゃいけなかったりとか時間もかかってしまうので。でも財布ってすごいやっぱかさばるんですよ。これかさばんなくて、こんな薄いんだもん。まあ私の手ぐらいでこんな薄いから、私荷物やっぱこれだけで済んで、みんななんか結構サブバッグとか持ってったけど、私これだけで済みました。そうです、これは結婚式の
グッズが売ってる、結婚式のドレスが売ってるお店で買ったんですけど、そうなんですよ。でもこれはこのチェーンを取ればなんか結婚式じゃなくても使えますよって言われて、割と使い回しが効きそうだなと思って、これぐらいのバッグなんですけど、これが人気らしくて普通にバッグ欲しかったので、まあこれをパール取れば普段使いもできるということで、結婚式のドレスが売ってるお店の店員さんに勧められて、そうで、これで、そう、まあでもこれね、本当は4000円とかなんだけど、私クーポンめっちゃ持ってたから980円ぐらいでゲットできて最高。ドレスも買いました。ちなみにドレスは2万5000円ぐらい。でもやっぱりリカの結婚式だし、いいもの着たいなと思って、ドレスはちょっとお高かったですけど、でもなんか私結構そのなんだろう、テレビとかでも使える、イベントとかでも使える衣装がいいなって思ったので、せっかくならね、使い回しが効くといいなって思って写真のドレスを買ったんですけど、それと同じところのメーカーで、このバッグ意外とお気に入りなんですよ。で、私はこのバッグの中に、ドレスはね、あれですよ、リルワーってところです。そう、私もね、そのファンの子のねツイート見たの、リルワーってところ、ただ私全身の写真撮ってなくて、リルワーっていうブランドさんのを買いました。なので教えてあげてください、リルワーです。リルワー、最近はさ、リルアーです。リルアー、リルアー、カタカナリルアーで検索すれば出てくると思います。私はこのバッグに、みんなロングだったけど揃えたの？いや、結婚式ってロングじゃないとダメじゃない結婚式の挙式でミニスカート履いてくる子いたら私はびっくりするけど、見るわ見てください、買って、買ってあげてあー了解、あー了解。なんか結婚式のドレスってすごい難しいですよね、いろいろルールが。昔よりはだいぶ緩和されてるらしいですけど、私はこのバッグにこの財布と、あと一応ね、そのこれも全然見せるものじゃないんだけど、あのこれはドラミちゃんのあのジップロックでここにはあの保険証とか免許証とか入れてバッグ入れてました。なんかカード類、私一回ね道端で体調崩しちゃったことがあって、やっぱ保険証って毎日持ち歩くべきだってその時に実感したの。まあその時はたまたま保険証があったからよかったんだけど、やっぱここでね保険証がなかったらちょっと大変なことになっちゃうから、そうそう、から私は万が一私が結婚式場で体調を崩した時のことを考えて、道中とか保険証を持ってって、そっか、マイナンバーカードにすればよかったか。まあまあまあ今後はそうします。カードと、これだって見て、こんな薄いんだよ、かさばんないの全然。でメイク直しも
メイク道具をちょっとだけ入れてこれで行きました。だからそう、何が痛かったかってあの財布が困らなくて、なくてもこれで用足りてしまっていて、新しく買う気が失せてしまっているの私の財布だからしばらくこれかも、もしかしたら。あとその最近結構 PayPay 使うことが多くて、ポイント貯めたいから、あんまり財布を使うことがなくなっちゃって、小銭とかね、携帯で完結するから。あと西村奈々子ようやくモバイルパスモにしましたしそうだから結構なんか私財布使わなくて、最近は私の財布はこれです。なのででも財布見てますよ。軽コメ終わってからゆっくり見ようかなって思ってますけど、しばらくはこれでいきます。クレジットカードは持ってるけどね。そうだよ、今とすなんとかウォッチってあるもんね。クレジットカード持ってるけどあんま使わない。なんか私その後から請求されるの好きじゃなくて私ね、そうなの、アップルウォッチ、そうだ、なんかクレジットカードって後から請求されるじゃないですか、それが嫌なの、その場で払いたいの。だからあんまりねクレジットカード使いたくなくて、クレジットカードしか使えませんっていうところは、通販とかねはクレジットカードにするけど、基本的にはペイペイかな、基本的にはね。本当に便利なんですよ財布が。現金払い、昔は現金派だったけど、でも今意外とさ現金が使えないお店とかあるよね。でもねモバイルスイカがねすごい便利なことがね分かって、早くもっとすればよかったって思うの。ペイペイは陽気な声が分かる。あとさちょっと前さペイペイなんかキャンペーンやってて、あのスクラッチチャンスって毎回携帯から鳴るの恥ずかしくなかったですかこれペイペイやってる人なら分かると思う。ペイペイで買い物すると急にスクラッチチャンスって急に大声するんですよ携帯が。あれ恥ずかしいからやめてほしかった現金あれば何でもできる。そうよ、お金は大事よ、大事あーなんか明日軽コメって実感ないな。ドキドキ。さてスケジュール見よう。これは制作の田辺くんが一生懸命作ってくれた、それですそれです。あったすいませんね。ちなみに私のカルコメのファイルはこちらです。このファンクラブでいただいた、あ、いただいたファンクラブで制作したものを使ってます。てか皆さん
私次のファンクラブイベント新潟でロンティーをねまた作るんですけど、あの色決めきれなくて、インスタでどっちがいいですかって皆さんにお伺いしたんですよ。そしたらもうほんと綺麗にびっくりするぐらい 50%50% で、結果2色作りましたスタッフさんにもうじゃあ2色でいいんじゃないって言われて、なので皆さん好きな色を選んでください。そう、ほんと綺麗に 50%50% だったのなので好きな方をお選びください。両方とも需要があったでももちろんなんかインスタで聞いてるからファンクラブじゃない方もお答えしてくださってるわけですよ。だから誰が何色を回答したかって分かるんですね、こちら側は。だからあこの人ファンクラブ入ってくれてるなとかなんとなく分かるから、それで数えたけどやっぱ同じぐらいで、よしこれは2色買おう、2色にしようと思いました。明日が、今日が A チーム、カルコメ A チームで、明日が B だけで、明後日が、なるほどね、A チームがあって、B チームがあるわけだ。へぇ、大滝サオリンバーもある、バージョンか。なるほどなるほどこんにちは。もうぜひ皆さん明日見に来てくれると嬉しいです。頑張ります。てかやっぱカルコメってあっという間に終わっちゃうよね。22日日曜日が、早く終わるの22日22日こんなに早く終わるの B チーム。13時半に終わっちゃうじゃん、早くない？早くない？早くない？渋谷観光できちゃうじゃん。でもあれだね、21日が山場だね、2公演あるからちょっと声の調子を良くしないと。1時間早いね、終わるのが。ってことは今が15時だから、もうちょっとで多分みんなリハーサルが始まるのかな、わかんないけど、ゲネが始まるのかな。いやーすごいですね。どんなお弁当が出るかなそれが楽しみ。よし、カルコメ頑張りたいと思います。皆さんが見に来てくれることを願って。なんか前髪も切ったんだけど、なんかさパッツンにされすぎちゃった。私あんま気に入ってないんだよね正直。まあでもいいでしょ、まあまあいいでしょ、まだ何もセットしてないし。ジョジョ園のお弁当なんて、あっねジョジョ園のお弁当ね、
私2回食べたことあって、1回は NGT の時に食べたことがあって、もう1回はあの風強の時に塚田さんが主演のね、塚田さんがジョジョ園のお弁当に差し入れしてくださったんですよ。それでね、食べて美味しいってなったの覚えてる。塚田さん元気ですか？西村元気ですよ。ジョジョ園のお弁当ありがとうございます。自分は中目黒から応援して、まあ、近いやん、歩いていけるよ。中目黒から渋谷なんて頑張れば。そう、塚田さんがね買ってくれ、あの用意してくださって美味しいってなったの覚えてる。ちなみに私の生誕祭の時はどこのね、あのお弁当屋さんかは分からなかったんですけど、ローストビーフお弁当でした。嬉しかった。こんにちは。違う舞台見に行くの？見に来てよ。昨日は5月に新潟のジョジョ園で30万円使った。やだ、何なの、富豪なの？富豪なの？昨日さ、リコチとご飯行きました。なんかね、リコチと、なんかそのリコチにね、なんか東京っぽい食べ物が食べたいって言われてて、パフェ食べたいですって言われてて、で稽古場の駅の近くにパフェがあったから、じゃあそこ行こうかってなったんだけど、そこが店内でゆっくりできないお店で、でちょうど天気が荒れてて雷とか鳴っちゃってたから、これはこのパフェ行かない方がいいねってなって、じゃあなんか電車乗って新宿とか行くってなって、新宿行って、でハーブスって皆さん知ってます？高いケーキ屋さん。明日見に行きます。嬉しい、ありがとう、嬉しい。ハーブスっていうすごい有名なケーキ屋さんがありまして、そこリコチと一緒に行こうかなと思って。皆さん知らない方調べてください、すごい有名だから。でもハーブスがもう大行列で、ああダメだってなって、だからルミネストの上の7階8階のレストラン街に行って、2人こっちがなんかお腹空いてきちゃいましたねって言って、結果パフェ食べる予定が2人でオムライス食べた。まあでもね、時間的にもうね夕飯時だったからよかったんだけど、でもリコチその後、私この後あのサキちゃん、曽川サキちゃんっていう A チームに出てる子がいて、サキちゃんとご飯行くんですよね、あはー、でもオムライスも食べちゃおうって言って、いっぱい食べるリコチ可愛いなって思いました。そしたらリコチがやばい、東京の味がしますって言いながら食べてた。広島にはない、これ東京の味がしますって言って、絶対あるでしょって思ったけど。あとなんかスープストックって皆さん知ってます？割といろんな場所にあると私は思っているんだけど、スープストックにリコチが憧れがあるみたいで、すごいスープストックで東京を感じましたって言って、スープストック3回ぐらい行ったらしい、この滞在期間で。そうなんだ、結構ねリコチとはたくさんご飯食べたな。しかも私昨日牛丼も食べた一人で。なんか稽古場が結構ね実は駅から歩くんですよ、
まあそんな歩くって言っても徒歩10分とか、徒歩10分って嫌ですよね。ないない、なんか徒歩5分までじゃない、あの平常心でいられるのって。あの徒歩10分って嫌だなって思うじゃないですか。そうで稽古場まで結構ね距離があって、その稽古場まで向かう道中に何かしらお昼ご飯食べれる場所あるでしょって思ったらもうなくて、だから私は松屋があったから、日高屋もあったの。でも超混んでて、ま、あの松屋の方が回転率高いから松屋にしようと思って一人で入ってチーズ牛丼頼んで食べて、写真撮って徒歩10分って嫌ですよね。ちなみに1個前の稽古場は徒歩15分でした暑いし、私が今まで使ったことのある稽古場で、あー遠いなーって思ったのが風強の稽古場だったんですよ。そう、もうね今だから言えるんですけど、あの割と遠い、もう埼玉かな、埼玉だった気がする確か。で、あの駅から徒歩15分ででもその時はまだね季節が、まあ、冬、まあ寒かったけど、まあまあまあ暑いよりマシですよね。そう、風強の稽古場も遠かったけど、今回稽古7回あって前半と後半で稽古場が違かったんだけど、前半の稽古場が遠くて遠くて、駅から徒歩15分で、しかも全然都内なのに道中にコンビニもないの、え？なんでないのみたいな迷子にもなったしなそうなの、だから風強の稽古場ぶりに稽古場に行くのが結構憂鬱でした。やっぱ近場でやってほしい。なんかね、いや私稽古場近かったことないな。うららの稽古場は割とあの私の家からは遠いけど、駅から降りて徒歩 2,3 分だったからよかったんですよね。東京の人は歩くの早い、歩くからお細いんだねでも歩くね確かに。あの私結構電車好きなんですよ。で電車はまあ割とあの1号車に乗るのが好きで、1号車の先頭に乗ってこうやって窓からトンネルの様子を見るのが好きなの。そしたらなんかアトラクションに乗ってる気分になるのやばいなんかこの駅とこの駅ってこんなに近いんだとか、あこの駅とこの駅結構遠いんだとか、ほんと夢の国いらず勝手にアトラクション乗ってる気分になるのは、私は今ディズニーにいるって気持ちになるのアトラクションいらずなの私ほんとに。その気持ち分からなくもないでしょ。たまにめちゃめちゃ近い駅とかあるわけですよ。例えば新宿から新宿3丁目とか、もう着いたみたいな。しかもその駅が近づいてくるとこの光がね大きくなってくる感じとか好きなんですよ。そう、まあ好きなんです
だから皆さんもやってください。あー下から来るかな、できるかな、できるかな。軽コメだ。ドキ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 。あ、24日ね、そう24日はワロップっていう、この間チカナのって言っても1年前か、チカナのあれだっけ、放課後ルーム謎法出演したじゃないですか。あの同じ場所で今度はあのりなちゃんの落語とか軽コメで共演したりなちゃんとジグザグジギーの池田さんがやられてる番組にねゲストとして出演させていただきます。軽コメまだ見れてないのよね、見てよ、なんで見てくれないの、まだチケットもあるよ、見に来てくれるんだったら強制破滴が飲みます。私が強制、でももう飲んだからまた次のもの6時からとかだけど。こんにちは。今回見れるはず待ってますよ。もう今年ラストです、舞台この軽コメが。西村奈々子はこの1年間でうららと軽コメ2本出ました。破滴歓迎やめ、破滴歓迎愛用してます、めちゃ大感謝。パンフレット購入します、リレー配信も見てください。こんにちは。みんなが見に来てくれるのが嬉しいです。推しがあれを発表したのでバタバタになってしまった。そうで、ミハルティアンが卒業発表したしね。ミハルティアン、え、マスさんにもなんで来ないのって怒られました。来てよ、私のファンの方でも舞台はしごして来てくれる人いるよ。でもね、兄さんにね言われたんだけど、そのやっぱ西村ファンの人、西村先生のファンの人ってやっぱこう落語とかもたくさん来てくれてるし、軽コメもたくさん来てくれるから、やっぱ皆さん声を出して笑うってことに慣れてくれてるから、あのいつもその軽コメって逆反は初日はどうしても笑い声が少ないんだって。西村先生のいるチームは初日からゲラゲラ笑ってくれますって言われた。兄さんに。やっぱね、皆さん他のファンの方はやっぱ軽コメ初日、え、いつ笑っていいんだろう、周りを結構伺うけど、私のファンの方も周りを伺わず自分から率先して笑ってくれるから、西村先生がいるチームは初日から笑ってくれるんだよねって言われました。皆さんたくさん場を、軽コメを盛り上げてくれてありがとうございます、本当に。言われた、軽コメの初日は西村がいるかいないかでそのチームのあの会場の温度感が違いますって言われた。西村先生がいるチームは初日からみんな笑ってくれますって、あの抵抗せず笑ってくれますって、慣れてらっしゃるのでって言って、西村先生がいないチームは毎回2日目から皆さん笑ってくれますって言われて、ありがたい、みんな笑ってくれてありがたい。ありがとうございます。
笑う準備していきます。ありがとうございます。今回もいろんな役をやりますので。あ、やっぱ強制ハテキが飲んでから結構声が良くなってきたな。やっぱすごいんだよねこれ。ほんとすごいわ。皆さんがいるおかげでカルコメは盛り上がってます。ぜひこれからも西村軍団の皆様笑ってくださると嬉しいです。そしてこれから行くよって方がもしいらっしゃいましたら積極的に笑ってください。でもチカナのファンの方とかは結構私の現場来てくださってるし、軽くめも見に来てくださってること多いから笑い慣れてると思うけど、兄さんの前説面白いから。面白いよね。どうやったらああいう台本書けるんだろうって思う。私は書けないもん当たり前だけど。待って、ちょっと待って、もう15時17分なんだけど、私20分に家出なきゃいけないんだけど。この配信なんでこんな長引いてるんだろう。やっぱ強制ハテキガンささっと飲まなかったのが良くなかったのかな。私20分に家出なきゃいけないの。何笑ってんだよって感じだよね。絶対強制ハテキガンをのんびり飲んでたからだ。ちょっと待ってね。さっきは14時だったから14、15、16時か、はい、慌てた方がいいよね絶対に。私もそう思う、ほんとそう思って。ランキング読むで、ランキング読めますよ。13位セレナさんありがとうございます。12位ジズーさんありがとうございます。11位ソーリーバイサンちゃんだよさんありがとうございます。10位ツトマットピオさんありがとうございます。9位おてもちゃんありがとうございます。8位ワイマスさんありがとうございます。7位チキチキさんありがとうございます。6位ラッパーマスルさんありがとうございます。5位サイさんありがとうございます。4位トーゴさんありがとうございます。ランキング変わっちゃった。6位チキチキさん、5位ラッパーマスルさん、4位サイさんありがとうございます。3位トーゴさんありがとうございます。2位セッテンガーさんありがとうございます。1位コウセイさんありがとうございます。でさっき読めなかったけど13位はトラキチさんになりました。ありがとうございます。あと1分で出なきゃいけない。笑ってる場合じゃない。でももうこのまま出れるからもうすぐ行けばいいの。だから皆さん配信ありがとうございました。明日ねもし行けるよって方いらっしゃいましたら引き続きお待ちしております。明日からカルコメです。ありがとうございました。またね。これから天気崩れるみたいなので皆さんもお気をつけください。